今日は昼なんだ、夜もやります。夜はカラオケ配信をやっていこうと思ってます。くんくん、こんにちは。こんにちは、こんにちは。いきなり始まった。はカモン、やらかしたな。いきなり始まったってそういうことですね、皆さん。はぁ、カノはすっかり忘れちゃって、あれあれですね、予約はしてなかったですね。夜は絶対予約します。失礼しました。はごめんなさい。こんにちは。あー、よかったです。こんにちは。待っていました。あ、そうなんですね。今日ね、パスタにはしなかったんですけど、皆さんちょっと待ってくださいね。こんにちは。ワニワニパニック、パニック、失礼いたしました。はい、ありがとうございます。どうぞ。ちょっとウキウキします。変わるかな。あ、変わったっぽい。ない方がいいかな。ありがとうございます。パスタ準備完了。皆さん、パスタの準備ありがとうございます。パスタね、パスタにしようかなって言ってたんですけど、結局変わっちゃって。そうなんです、今日は低いんです、カメラの位置が。ビリさんになった。あ、さっきまでちょっと違った。ごじゅさんちゃん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと動揺。はい、パスタに感動。パスタしまってくる。あのパスタね、あの食べていただいても本当に全然良いのでございますが、はい。すいません。はい、夜、あ、そうだ、そうしよう。夜は19時からです。夜は19時からやります。夜は19時からやります。夜は19時からやります。よろしくお願いします。夜は19時からやります。夜は19時からやります。こんにちは。お昼食べてた。今からカノもお昼を食べるので、皆さん一緒に食べましょう。食べませんか。豚骨で。パスタの豚骨ってさ、すごくない？すごくないか。サンドイッチ食べちゃいました。あ、サンドイッチ。あ、ありがとうございます。19時。はい。毎日配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。はい。では。ね、ではでは、テロップを入れたいと思います。入りました。あ、いい、ありがとうございます。今からご飯、今から炊きますか。ちょっとパスタ生で食べてくれ。はい、テロップのが終わりました。入りました。ちゃんぽん頼みました。おお、そう、19時からやります。豚骨スープに麺だけパスタ、美味しいかな。美味しいかもしれない。こってり。カップラーメンじゃないよ。初のランチは照れる。着替えてくる。テロップ入ります。皆さん反応が面白いですね。面白い。はい、のんびりギター弾いてテレビ見てた。いきなり始めてびっくり。あ、そういうことね。すいませんね、いきなりになっちゃって。買い出し、パスタに変えた。ラーメンの麺をパスタに変えたお店知ってる？あ、もうあるのか。すえなしたんたんうどん。すえなしたんたんうどん、パスタじゃないとダメなの。違います。
違います。ちょっとメールで、そうメールではお伝えしてて、ショールームのあれを入れるのは忘れちゃってたんですけど、そうパスタにしようかなって書いたんで、皆さんもパスタをね準備してくださったっぽくて、はい、ありがたいのにカノンが変わっちゃうっていうね。あ、よかったです。はい、テロップに言われたり、カノンと初のランチデートイヤンでございます。今日のあれはね、こんにちは、よろ、はい、では今日はそう、あの名の通りお昼を食べていくんですけど、設定を決めてやっていきたいと思います。そう、おー、こんにゃくヘルシー、そう、いやん、はい、カノンはカノンはデートしたことがないので、デートしたことがない、ランチデートとかしたことないので、皆さんがちゃんとご参加型でやっていただきたくって、こんにちは、そうなんです、リカピのオカリカとラブシチュエーション配信です。妄想デートで、だからカノンはこんな感じかなみたいな、オラマだー、オラマル。そう、恥ずかしい、とんこつありがとうございます、こんにちは、ゴジランチありがとうございます。見始めてからセンスが上がってきました。30年前か、哲学。ちょっと待って、早い、置いてかれちゃうカノンが、はいはい、ありがとうございます。はい、なのでちょっとなんかよく分からんくなるかもしれないけど、やりきろうと思うので、ご飯を食べ終わるまでやりきろうと思うので、皆さんご協力よろしくお願いします、ね、だから皆さんはあれです、カルス役、カルス役をやってくださいね。50炊き出し中。そうそう、お願いします。早かった、パスタ食べるよなかな、パスタ食べるかな。そういうことね、はい、そう、設定はあれです、高校生ぐらいにしましょう。カノンが高校生になったので、高校生ぐらい、あ、これ星はカルシーかな、カルシーのことが星になっちゃってるのかな、役ですからね。ついてきちゃった保護者、嫌だ、嫌だ嫌だ、来ないで来ないで、やばいね、それは。50ありがとうございます。50カルシー、もうすごいよ、713人のカルシーと可能やっていく。屋上じゃないです、お店、高校生ってお店行きますか、 お店行きますかっておかしいけど、イケメン気分、あ、ぜひぜひ、覚えな、思い出して、公園でじゃないよ、ランチしてくんのも、お店でランチ、ちょっとなんかおしゃれしちゃったみたいな感じ、居酒屋ランチじゃない、怒られちゃうわ。754だった、やばやばやば、おお、失敗、パスタ、はい。ありがとうございます。高校生になりきって頑張ってください。で、なんかお話ししていくときとかに、なんかお名前、名前があった方がいいと思うので、パパとにしませんか、パパとランチデート、何それ嘘、パパとランチデート、パパとランチデートですか、その方がカノンのあれが難しいでございます、役が想像、なんかあの ね、そう、皆さんとその役をやるのは難しいと思う、難しい、カノンが難しいと思う。こんにちは、そうね、髪の毛はあの
切るの、もうすぐ。やっぱね、あんまイメージ変えない方がいいねってなって。反抗期じゃないです。あのね、名前はあれ決めてあるんです。もう名前はなんか誰かの名前を借りたりとかするとなんかね、そう、なんかいろいろややこしくなったりとかしたらあれだから、秋元康さんの名前から取ってやっくんにします。はい、やっくんでいこうと思います。皆さんはやっくんです。でかのはやっくんって呼びますから、やっくん役をやってくださいね。ありがとうございます。こんにちは、ランチへ連れてってはい、お願いします渋く来たいな。違う、そうだね、かのもね、なんか聞いたことあるなって思ってたんですよ。なんかあっとったかもしれない。それだね、その多分そうですね。やすす、やっくん、もっくんなんですか、もう多分ね、ついていけなくなると思うんで、もうこれから先は、はい、秋元さんの名前はね、出さない。たまたまじゃない、そこから取ったってなっても、やっくんは別にさ、やっくんだから、やっくんなんです。ふっくんの立場ついていけんわい。逆線上がってる。パパや、いいや、やっくんでいきますから。高校生ですからね、皆さん。あっちもいるよアンケートで名前決めよう。だってダメだったの、僕ももっくんがいいのねなんかくるくるいけません。もうだって何歳、高校生、やっくんダメでしたか。全員名前変えればいいのそういうことダメ、名前変えないではい、ありがとうございます。改名はい、やっくんでいこう。やっくん、やっくん、やっこ、いいね。カノンはカノンって言っちゃうかもしれんけど、やっくんでいきましょう。寿司屋ではないです。腹減った、はい、食べよう。はい、オッケー。あ、ありがとうございます。やっくんはい、カノンはよくわかんないのでとりあえずやる気います。全然ね、どういう感じかわかんない。やっくんは先輩、同級生にしよう。やばい名前、そう、まあいいっていう、いい、まあ相当やばい、大丈夫かな。はい、今日はパスタではございません。はい、じゃあカノンがスタートって言って、カノンがカットをかけます。ミラマルまだなの、ミラマルあ、パスタの味噌、はい、食べましょう。じゃあちょっとちっちゃくしていきます。これぐらい、エッグです、ありがとうございます。はい、じゃあカノンと初のランチデート、ちょっと考えるね。はい、オッケー。じゃあちょっと待ってね。はい、じゃあやっちゃんお店に入って席に着いたところから行きます。ダメだ、着いたところからできるかな。はい、着いてきたところ。設定はどんどん追加されていくかもしれないんで、皆さん頭をフル回転でよろしくお願いします。はい、席に着きましたからやりましょう。
いいですか。あ、そうだね、カフェの設定です。カフェでカノンがそうなんか、まあ、最初のうちはできる限り設定を話していけるようにいきます。76日ありがとうございます。よし、よっしゃ食べるぞ。はい、いきますね。よーいスタート。緊張するね、なんか初デート緊張するよ。うん、よし、じゃあ頼むメニュー、これだ、メニュー。はい、何がいいかな。緊張するよね、緊張。あ、お肉と魚があるよね。 BGM いいよね、もうめっちゃいい、めっちゃいい。この店は来たことないかも、初めて来た。うん、はい、ありがとうございます。ね、お肉のプレートとお魚のプレートがある、どうしよう。どうしようかな。じゃあカノはお魚にする、お魚にする。ありがとう。カノは一つずつ選んで、あ、いいね、よっ、そうしよう。はい、じゃあお肉とお魚頼むね。オッケーオッケー。じゃあメインお肉ね、メインお肉で、カノメインお魚ね。よし、じゃあ頼むはい、シェアしましょう。やった、よし、ワキワキしよう。だってどっちも食べたいもんね、どっちも食べたいもんね。よし、じゃあ頼もう。はい、お願いします。ドリンクは、はドリンクはお茶にする、お茶にする。ドリンクバーにしよう。ドリンクバーあるのかな、このお店。ドリンクバーはないな。はい、じゃあ食べよう。ちょっと頼んだから、はい、お茶届きました。じゃあるの、そんな飲むか。ビールで、何言ってんの。ラフー、よし、ピンポン。もう来た。早いね、このお店。もうめっちゃすぐ出てくるじゃん。あ、ありがとうございます。来たよ。すごい、どうしよっかな。開けるね。かわいいね。よし、牛かね、めっちゃ早い。文化祭の準備始めないとね。そっか、もう文化祭かね、文化祭今年さ、何やるんだろう。そうね、パックに入ってるのね、おしゃれだよ。ちょっとね、開ける、下の位置より早いな。な、はい、よいしょ、見てみよう。そっか、文化祭ね。文化祭さ、お化け屋敷とかあるんじゃない。お魚はこっち。何するの、なんだろうね、まだね、そんな話し合ってないんだって。見て、おいしそう、おいしそう、お魚。うまいよー。売らないか、いいの。すげー、すげー、おいしそう。はい、やっくんのもこっちお肉いいな。やっくんのめっちゃ入ってる。
ハンバーグでしょ、ローストビーフでしょ、何ローストポーク、めっちゃ美味しそう。お肉にすればよかったな。めっちゃ入ってんね、美味しそう。よし食べよう、ね、めっちゃボリューミー。ちょっと大変だよ、食べきれる気がしない。ポノじゃないよ。買える？え、いい、もらうからいいよ。うん、ちょうだいね。フォークダンスか。フォークダンスってさ、あれ？わかんないよ。フォークダンス。お腹鳴ってるぞ。だってさ、鳴っちゃうもん、しょうがないもん。食べよ食べよ。食べて、ありがとう。ちょっと待ってね。最初に撮っていいの？何にする？お箸？硬い、硬い。うっありがとうございます。うんうん、ありがとう。だから全部くれる、肉あげないけど。嫌だ、なんでそんなひどいこと言うの。はい、あ、ありがとう。ちょっと待って、何にしよう、何にしよう、何にしよう。じゃあハンバーグちょうだい。ハンバーグ、ありがとう、ありがとう。いただきます。ありがとう、あー、ありがとう。寝れるわ。おいしい、肉汁が。いる？やっくんも。何がいる？何がいる？じゃあ何だろうこれ。カジキ？カジキのお魚あげる。何いる？こっちかな。カジキのお魚あげる。うん、あーすごいタルタルが。あー、ありがとう、食べれた。あー食べれた。ハンバーグじゃないよ。うまい。おう、おいしい。ちょっとカノも食べるわ。うん、食べる。うん。うん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 。好きなんだね。お肉より魚の方が好き？うん。明日部活なの？そっか。頑張ってね。部活、もうすぐ試合とかある？サッカー。サッカー部って大変？お、そっか。魚派か。そっかそっか。は、ハンバーグ美味しいです、ありがとうございます。びっくりした、シェフが来るなんてびっくりだよね。だってさ、これもめちゃくちゃ美味しい。ありがとう。スモーブの稽古きつかったよ。あれ、スモーブだったっけ。あ、え、うん、マネージャーのミレちゃんが可愛いの。そうなんだ、
そうなんだ。ミレイちゃん、そうなんだ。そうなんだ。じゃあさ、この前学校の廊下で一緒に歩いてたのもミレイちゃんって子？ミレイちゃんって子？本当？そうなんだ。そんなお肉で釣られるカノンじゃないもん。それはアナちゃん。え？アナちゃん？アナちゃん？どういうこと？そんなさ、ヤックンさ、もうほんとさひどいよ。だってさ、ヤックンさ、どんなさ女のことも話しちゃう。マル一号室、それは知ってるってかさ。まあいいよ、まあいいよ、食べよ。デザートプレートつけます。本当に本当にデザートプレートつけてくれる？じゃあ許す、許す、いいよ。ピチピチや、そうだ、もうそんなの気にないから。そうなんだ、そんな話してるじゃないか。もうでもね、毎朝5時に起きてるんだよ。そうだね、ありがとう。デザートはラマルメムチか、やった。何急に照れるよ。ごめんさん、寝て出るの。どんな雪かな。ね、そうなんだって。今度出るんだよ、劇に。劇に出るの。見に来てね。見に来てね、劇。ちゃんと。そう。だからね、先輩がね、今度先輩と一緒にやるんだよ。先輩と一緒にやるの。だからめっちゃ緊張してる。ありがとう、来てくれるの、ありがとう。先輩は男の人。男の人もいるよ。そう、先輩怖いの。え、本当大丈夫かな。後輩50人と一緒に行く。マジマジ。あ、じゃあカノンのお客さんだけでも結構閉めちゃうかもしらんな。そっか、わかんない。先輩さ、カノン部活やってないからさ。そう、先輩とさあんまり話したことなかったからさ。斉藤さん、斉藤さん、そうなのね。そうだから緊張してるんだ。ねえねえねえ、見て見て、エビも入ってる。エビも入ってるよ。エビあるよ。エビおいしい。エビ大好き、エビ大好き。みんな好きだよね、エビね。尻尾だけでいいの？尻尾好きなの、やっとね。アボカドも好きだよ。なんかエビとアボカドってなんかセットみたいな感じがある。この後初めて行かない？いいな、行きたい、行きたい。あ、でもまださ、あれなんだって、今度のさ課題がさ終わってないの。
同居？どういうこと？いつもそんなに食べるの？うん、まだあんま食べてないよ。サーモン好きだね。ね、サーモン好き。あのね、同じクラスのね、みおちゃんって子もね、好きって言った。だからね、サーモンも人気だよ。一緒に勉強会しよう。やっくんさ、あれだよね、勉強もできるもんね。ほんとさ、尊敬だわ。みおちゃん、みお、みおちゃん、そう、好きって言ってた。それだって年下の先輩がいるんだ。うん、はっ、ああ、大丈夫です。すごいね、シェフ来るんだね、このお店。そう、みおちゃんね、みおちゃんもサーモン好きって言ってた。飽きてる説？本当？そっかそっか。詩を書くのが得意なの？それ初耳だ。初耳だ。おいしい、おいしい。すごい。箸がちっちゃくなっちゃう。ワンオペ？ワンオペってなんだっけ？一人でワンオペってなんだっけ？あっちのテーブルの家族さっきからチラチラ見てるけど、カノリーじゃない？え、どこどこ？どこ？あ、あぶれ、指差しちゃうとこだった。サーモンバジル、そう、コント劇頑張るね。コント劇、あ、そうだ、コントなんだよ、コント。だから笑わせてあげる、やっくんを。よし、ご飯食べよう。ちょっとさ、あれだね、お話が楽しすぎて全然食べれてないよ、かの全然食べれてないよ。うんうん、スヌイチさんも大変だよね、暑いからね。アメックスのブランクカード、え、何それ、やっくん。もう一個食べないとな。それなってどういうこと？そこ？それな？え？それなってどういうこと？何も食べてないの。食べて食べて。食べてよ。ローストビーフも欲しい。ローストビーフももらうね。ローストビーフも欲しいからもらうね。いただきます。めっちゃ肉厚だね、このローストビーフ。どうしたの感じ？私よく言われるかな。ちょっとワンテンポ遅れちゃうんだよ。直してね。分厚かった。ちょっと半分にさ、折りたたんで食べるのは失敗だった。かむ。めっちゃ美味しいよ。リスキチ？あ、うちのね、リスキチね。リスキチもほんと可愛くてさ、もう超可愛い。超。でも最近暑いから伸びてるかもしれない。学校よりもかむもよく喋るね。そうだね。でもさ、
そんなさ喋らないもんね学校。確かにやっくんといると楽しいからね、喋っちゃう。いっぱい料理得意、得意だよ料理、任せといて。リスケッチボーイ、そうなんだって。リスケッチボーイ、リスケッチボーイ、かぼちゃも食べよ。おいしい、レモン、甘レモン、リスキチ、そうなんだって。リスキチね、この前ね、ヤックンの手に噛みついちゃってごめんね。痛かったでしょ、ヤックンの手。ギター練習してる。あー、ギター、ギターあんまり練習できてないの。教えてくれるの、ありがとう。やった、めっちゃ嬉しい。作ってよ、分かった。じゃあ今度の試合の時に持ってくから、あの部活のね試合の時にカノンがお弁当作ってあげる。リスケチだった、リスケチなんでこんなとこにいるの、戻って家に、バイバイ。すぬちゃん、あ、妹のすぬちゃん、え、電話に出ないけど、どういうこと、どういうこと、どういうことよ。好きだからいいよね、好き、よくないよ、よくないよ、よくないよ。だって痛かったでしょ、治った、見せて。あ、もうだいぶ治ったね。じゃあだね、大丈夫だね、もう得意なんだよね。そうなの、この前のね、そう夏祭りの、地元のね夏祭りの時にあれだよね、歌菓子屋さんをやったんだって。かの、そうできてくれた時のことでしょ。もうさ、みんなに褒められちゃって困ったな。自慢する、あー、ありがとう。指をスイカだと思ってる。あ、そういうことか、スイカあげてたから。リスケチ帰ってよかったね、本当に。リスケチさ、こんなとこに来ちゃダメだよね。背中にお猿さんがいるんだけど、何それ、やめて、こんなとこまで。お猿さん来たら怖いよ、カフェだよ。うん、弁当はくまモンで、あ、オッケー。ちょ、キャラ弁ね、キャラ弁頑張る。朝5時起きぐらいしないといかんな、気合い入れて作るから。美味しいね。でもさ、今はさ、こうやってさデートしてるけどさ、もうさ、この前さ、やっくんがさ告白してくれた時はさ、もう本当にびっくりしちゃったんだよ。もう超びっくりだった。そう、いきなり歩いてたらさ、そうびっくりした、びっくりしたよ。いきなり、いきなりすぎだよ、やっくんはいつも気になりすぎ。そう、でもね、嬉しかったよ。だってあれだもん、あんま言ってなかったけど、1ミリぐらいは最初気になってたから、そうだから嬉しかった。記憶にアイス、あ、またまた、何言ってんの、もう本当に。うん、2ミリか、あ、じゃあちょっと負けちゃったな、ちょっと負けちゃったな、1ミリだったあ、またまた、そんなことはないよ、そんなことはないけど嬉しいよ。あ、何、もういきなりかっこつけちゃって。そうだから、そう、みんな可愛いけど、みんな可愛いけど、みんな可愛いけど、あんまり
あんまり慣れ慣れしく喋らないでね。わかった？あんまり慣れ慣れしく喋らないでね。そう、ミレイちゃんもアナンちゃんもみんな可愛いけど、慣れ慣れしく喋らないでね。わかった？わかった？わかった？あれ、入ってこない。ありがとう。わかった？ありがとう。って。はい、ありがとう。そう、喋ってもいいんだけどさ、よく慣れ慣れしいから本当にそう、嫉妬しちゃうなってなるから。わかった。おいしい。はやかは友達なの？友達はいいよ。はやかちゃんは友達なの？まあいっか、ご飯食べよう。いただきます。おいしい。あ、そうなの？食べ終わるかな、これ。食べ終わらない気がしていたよ。はやかちゃんね、そうだね、英語得意だもんね。ありがとう。嬉しいだな。お話はしていいけど、だって嬉しそうなんだもん、やっくんが。ありがとう。ちょっと食べて。全部は絶対食べれない。ローストビーフは美味しかったから、ちょっともらった。ちょっともらった。握手するのもダメ？ダメダメ。おいしい。トロトロおいしい。大丈夫大丈夫。ありがとう。だってもう1枚食べたでしょ。そっか。おいしい。そう、このあとあれ、このあとはいけないから、来週の日曜日ぐらい、来週の日曜日ぐらいに行く？はずみすき、来週の日曜日ぐらいに行こう。いいよ、あげる。お魚まだね。一個手つけてないお魚もあるの。はい。あー、どうよ。あー、食べれた？そう、あー、美味しいでしょ。美味しい。カノはまだ食べてないの。そこ目ってメニュー口に入らんて入るかなと思った。やっくんの口なら。そう、花見席行こうね。そう、皮美味しい。カノン食べてないから食べる今から。大丈夫？美味しい。
すごい皮がしっかりしてるね。うんふん、今度やろう。分かった。うん。うん、行こうね。欲しいな。行こうね。よし、じゃあ。もう食べれんと思うけど。食べれんと思うから、もういっぱいすぎて、そろそろごちそうさまにしよっかな。知ってるよエマね。包んでもらえば、そうする、あ、パックだからそのままいけるね。包んでもらおう。よし、じゃあ食後にコーヒーでも飲んどこうかな。飲んでもいい？タップ持ってきて。え、すごくない？やっくんすごいよ、それは。本当？そうなんだ、はずみさき。すーコーヒー頼もうかな。ダッツよろしくお願いします。ありがとう。そう、あれだよね、結構さ、学校終わってからだったからさ、暗かったもんね。食べよう。またレスキチ、レスキチ戻って、戻るんだレスキチ。手作りコーヒーが飲みたい。そう、でも今日はね、まあお店に来てるから頼もう。コーヒー飲めるか、あるか、来るかな。ネットローリー？コーヒーなのに？持ってきてもらおう。はい、帰って、リスキティ。と、はねまめみすき？え？みおちゃん？そうなの？はねまめ、まあ読めなくもないか。願い事を叫ぼう。ホットにする、アイスにする、アイス。はい、食後の飲み物よろしくお願いします。ネットロリー、あ、ね、ちょっと聞いたことあるよ、ネットロリー。あれでしょ、いろんな色とかがすごいやつでしょ。お願いします。エスプレッソ、や、エスプレッソじゃない、エスプレッソ、ダメ、苦いから飲めない。ピーチだって、やった、ピーチ。おと、あれかな、シャーベットとかも乗ってるかな。店内も OK だ。違う、今日は多分今のは店員さんだよ。そのうちさっきもう走ってったから、どっかの家に。何歳だろうね。ここの店にすーちゃんって娘がいるんだって。へえ、そうなんだ。違うよ、ちょっと似てるけど違うよ。そう、最初入ってきた時にあれって思ったけど違ったもん。誕生日か知ってる？
先輩？先輩の誕生日かな？6月でしょ？マキコさんって誕生日6月だったよね？ちょっとだっけ？20日だっけ？ママの作る料理が一番。メイジェイさん？メイジェイさんの、メイジェイさんの誕生日なの？メイジェイさんの誕生日。メイジェイさんもあれだね、あなたの女王だね。お待たせしました、ありがとうございます。アイスコーヒーブラックです。ありがとうございます。やっくん、お姉ちゃんの、あ、お姉ちゃんにいっぱい投票してくれてありがとう。バイバイ。ありがとうございます。うえー、アイスコーヒー来たー。マミさん、あの店員さんはなぜヤックンのことを知っていたの？なぜヤックンを知っていたの？スムちゃん似てたのかな？似てたの？ね、お礼言われたんだね。え？ちょっとわからんな。よし、ちょっとコーヒー飲もう。コーヒー。あ、そっかそっか、電話？そっかそっかそっか。おいしい！やっぱ食後はいいね。おお、ありがとう。ゲーム好きなんだね。かわいい店員さんだったね。うん、かわいかったと思うよ。東山動物園？東山動物園。だから、この後はあれなのよ。課題が終わってないの。だから今度教えてね。忘れた。メイジェイさんのライブ？カノ行ってないよ。カノ行ってないよ。そう、美味しい。カノ行ってないよ。8歳ぐらい。身長低かったね。身長低かったけど大人なんじゃないかな。売ってないよ。え？売ってないよ、かの。売ってないよ。本当だ、もう1時になるね。じゃあ、あ、どういうこと？夢か、夢ですか？夢？課題はありがとう。夢かな。あ、そうなんだ、夢かな。でもびっくりさせないでよ。夢の話ね、もうやっくんったら、もう現実とさ、お茶になってるよ。あ、そっかそっか、夢か。よかった。よし、じゃあ、勉強教えてね。じゃあ、そろそろ帰ろっか。コーヒーも飲めたし。帰ろっか。勉強教えてくれる？勉強教えてくれる？野球見ないと、
か、野球見なきゃいけないの？じゃあいいかのは頑張ってお勉強してくるから。うん、好きや好きや、行かない、もうお腹いっぱいだもん。じゃあ好きやじゃない、スガキや、スガキやもうお腹いっぱいだから行かん。タイの勉強もね、ちゃんぽん美味しかったね。ちゃんぽん食べてないでしょ。もうよし、じゃあだね。よし、野球見るんだもんね。ありがとう。ヤクルト飲もうか。ヤクルト飲まない。あ、そういうことか。野球しに行かなきゃいけないのね。それは用事だね。よし、アイス、アイス、アイス食べたいけど、アイス食べるかな。コーヒーは飲んだもんな。最後に握手しよう。いいよ、しよう。じゃあ握手でバイバイね。あ、なんか保育園みたいなこと言っちゃったよ。アイスありがとう。じゃあ食べながら帰るね。よし、食べながら帰るね。ありがとう。よし、じゃあまたね、またね、バイバイ、またね。絶対行こうね、はずみ席勉強教えてね。バイバイ、またね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 。うん、カノも楽しかった。またね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 。本当にまたね。またね。しんどい。はい。では、またね。またね。だって帰りたくないもん。帰りたくないもん。帰りたく、まったりね。じゃあ、またね。本当にまたね。またね、またね。カット、カットカット、カット、わー、難しかった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 よ。はい、お付き合いありがとうございました。あと、ありがとうございます。難しかった、まだ続いた。監督はカノです。カット。ありがとうございます。面白かった。ありがとうございます。難しかった。お疲れ様、ありがとうございます。難しかった。ラクトップありがとうございます。受け取ります。もう難しかったよ。エンドロール流れてるから今こう主演沢田香音やっくん、女優沢田すずって流れてるから、てんてれれんて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 んって流れてるから、はい、
難しかったチャレンジングすぎる。いや本当にさ、もう途中からどこ行っちゃうんだろうカノンはって思った。もうどっか行っちゃうんじゃないか、このまま飛んでっちゃうんじゃないか、ピューってそう思った。よおめでとうございますスナちゃん。はあ難しかったよ。助演、あそうです、助演じゃない、ヤックンが2839人いるので日本アカデミー賞ノミネート、ありがとうございます。あそこしてもらいました。あもう途中からもう皆さんにちょっと、ね、もうちょっと一瞬やばかったな、ちょっと不思議なあれですね、でしたね。 NG 集も流れるやつかな、 NG 集しかないかもしれないかもしれない。はい、ありがとうございました。はい、あのね本当にねなんかね全然ねあれなの、ご飯も食べれてないの、ちょっと分かるの本当ですか、分かんないですね、もうカノもねよくわからなくなっちゃったの途中から、あれどな何がどうなっちゃったんだろう、反省会。じゃあちょっと食べながらね、ちょっと食べます、落ち着いて。ご飯も食べれなかった、こっちも食べてないよ本当にね、落ち着いて食べないと。でもあれですよね、そうほぼお持ち帰りだって、ほら見て、ちょっと途中で見せるもんじゃないかもしれないけど、ほら見てまだこんなに残ってる。アランちゃん、ミレイちゃん出てきた、そう、はやかちゃんもみおちゃんも出てきた、そうね全然食べてないの、もともとが多いのかな、全然食べないの、それはカノンのよく食べるイメージがつきすぎちゃった。デートの時かな、デートの時私は食と言った違うの、本当に食べれなかったの、コーンしか食べてなかったか、はい、回数がすごい、味わえる余裕ない、リアリティがねすごすぎた、ゆっ魚丸ごとは入らん、そう大きい、いやまだ一口も食べれてないよってことをちょっと表現させた、そう食べてくねちゃんと、結構ね魚の皮しっかりしてたんだよね、食べるね食べるね、もうなんかよくわからないよ、おいしい、実際の初デートってね分からんもん、ちょっとなんか皆さんとはなんかショールームでお話ししすぎてよく分からなくなった、今のもよく分かんないけど、だってお腹空いてるもん、さっきは本当にもう脳がフル回転で全然食べれなかった、とっても美味しい、おいしい。初デートは食べないし、ダメってよく言われるね。そっか、やっぱ食べれないのね。じゃあそれの辺はリアリティ。皮しっかりマニアです。まだ続いとった。シェフ健在。スネパパさん心配だろうな。どういうこと？スネパパさん。ね、途中からなんかねやっぱね いろんな世界の設定がいろいろねごっちゃごちゃになっちゃって、そう学校のカノンと演技中のカノンと SKE の沢田カノンと、この3つの世界が多分混在してて大変だった、何が何だかって感じだったね。
ミレイちゃんとアナンちゃんも有料出演ですか。そうなんです、ミレイちゃんもアナンちゃんもあのミオちゃんも早くちゃんもちょっと出てきたら、あ、そうだね、まあ、さね、あれだもんね、多分実際のデートはもう本当に話すことが困ると思う、カノンの感じだと。カノンはね、そう、お話あんまり上手じゃないよ。だからカノン、はぁ、ありがとう、ありがとうございます、初見さん。カノンです。パラレルワールドってやつ、あ、いっぱいあるの、こっそり人に後からついてくタイプなのかな、違うと思います。ちょっとなんかお話中ではそうなってたけど、はい、今のはね本当にお話の中の世界なので、変なこと言ってたら、あ、演技だったなって思ってください。この日にスーちゃんで、そうそうそう、スーちゃんも出てくるし、なんか微妙にスーパパも出てきたし、もうよくわからなくなっちゃった。美味しいな、結局食べる。スヌちゃんも可愛かったですね。スヌちゃんはちょっと、またスヌちゃんもね、世界観がいっぱい出てくるような発言を。こんにちは、お疲れ様です、どうもです。演技練習でもあると。そうなんですよ、そうですよね。ちょっとこれはもう全部アドリブみたいな感じだから、アドリブ練習、皆さんも演技がアドリブが上手くなったのではないでしょうか。モキュメンタリー、沢田一度、何時まで配信しますか、どうしよう。30分までにする。多分ね、食べ終わるまでだと相当時間がかかっちゃうから。演技もね、本当に皆さんの協力のおかげでできたし、30分までにします。しっかり食べていっぱい動いてね。はい、トラブル、あ、そうなんですよ、ちょっと危ない場面がなんかあったね。はい、カノも言います、改めてありがとうございます。フードファイター、フードファイターにはならん、こんにちにゃんにゃん。そう、あとね、あれやってる途中にね、そう、こんにちはって来てくださった方にね、あの、そう、ちょっとこ設定上ね、こんにちはっていうのはね、なかなかもう何人の方が通り過ぎるんだってなっちゃうんでね、今言います、こんにちは。美しいにありがとうございます。スヌーも面白かった、スヌー一走ってったからゆっくりでいいんですよ。急いで食べてもね、ゆっくり以上になっちゃう、ゆっくり以上に遅くなっちゃう。そうだ、スープもあったんだ、まあ後で食べよう。こんにちは、カラオケ配信、すなちゃんどうしようね。なんかカノンは、新しい曲をできたらいいなとは思ってるんですけど、いいなって、あ、できたでしたいなって思ってるんですけど、すぬちゃんも、そう、今日は7時からだから、もしかしたらね、わかんない。こんにちはでございます。沢田塾、スープのせめね、スヌースープ。パスタをチンしたの忘れた。伸びてる伸びてますね、それは。いつから伸びてるんですか、伸びに伸びじゃないですか。カノもね、たまに忘れます、全して放置、あれは危険。
ホタテだ。美味しい。全然何食べてるか言ってなかったけど、全部まとめて美味しいんです。ご参加いただいた皆さんありがとうございます。こんにちは。カルボナーラが伸びて大盛りになった。カルボナーラ。ホタテ？ホタテっていうキャラクター。タンパク質たっぷり味だね。そうなの？すごい。はい。ダンス。ありがとうございました。ありがとうございました。間違えた。ありがとうございます。何をお召し上がり？フィッシュプレートをお召し上がりです。カジキと何、白身魚、スズキ、なんだろう、これはスズキか、スズキですかね、お魚。ハートありがとうございます。とあとはまだ食べれてないんですけど、ちゃんと全部食べるんですけど、あとでサラダと、あとね、かぼちゃと、あとエリンギの、何これ、エリンギの焼いたやつ、エリンギの焼いたやつと、あとはね、エビとかイカとか入っておりました。スズキ、鈴木さんも入ってたかなって思います。エリンギ大好き。オラマルと一緒だ。オラマルとも一緒だ。ハテナどうしましたか。そう、焼いたやつだって。焼いたやつ以外に何とも言えない。エリンギだもん。皆さん何か知ってますか、この言い方。味はエリンギ、もうエリンギの味しかないと思う。わかんないですよね。ハートありがとうございます。わかんない、やっぱ焼いたやつ。おいしい。あといろいろ入ってます。あ、なんだっけ、玄米、あ、ソテーって言えばいいのか。グリル。フィッシュバーガー、チーズティーだった。あ、フィッシュ一緒。鈴木。そして、愛知県が発祥？そうなんですか？うん、美味しい。エリンギでしょ。っとオラマルがめっちゃ好きです。オラマルがエリンギのことめっちゃ好きです。食リポ練習配信もしようか、しますか。じゃあお魚いただきます。カジキのお魚。うん、おいしいです。柔らかい。お弁当なのに、お弁当っていうかテイクアウトなんですけどね、やっぱ時間が経つと冷めちゃうじゃないですか。でも柔らかいです。ねっとりじゃないです。あとね、かかってるタルタルがめちゃくちゃ美味しいです。タルタルがねすごい美味しい。卵感が強いの、卵感が強いの、すごく卵がこう濃厚に出てる感じでございます。どうですか。難しいよ。そう、いきなり食べちゃったのはちょっとやっぱね、カジキのお魚
一番最初だったらいいんですけど、すごいの、もう身が柔らかくてね、ほぐれちゃうじゃなくてポロポロなっちゃうの難しい、ポロポロじゃなくてね、まあ簡単に言っちゃうとちょっと汚くなっちゃう。うん、わかるかな。タルタルも相まって、うん、違う、難しい、タルタルも加わって、はい、そうなっちゃうので、はい、はいはいはい、ちょっと今はやめました、ね、お魚は難しいですね。お刺身とかならあれ、身崩れ起こしたね。皆さんすごい息が良かったね。進化してますか。やった、嬉しいわ、嬉しいです。身崩れを起こしてしまうので、はい、ちょっとやめておきました。あとはなんかやってみるか。はい、じゃあこのイカ、何イカとは分かりませんが、で、お花これいかんな、これを花にしたらちょっと大変な事故ってる感じになっちゃうからやめとこう事故ってる、ポロンポロンポロン、ありがとうございます。ホタルイカ、あ、ホタルイカ、イカの木にイカン、若葉のパパやイカンことになってしまうのでいただきます。もうちょっと。はい、美味しかったですあのですね、あのですね、とても弾力のあるイカでございまして、はい、でもあの味がすごくあの濃い、こうちゃんとイカの味が、はい、噛むことにとっても出てきて美味しかったです何食べたか忘れた。イカをいただいたんですけど、あのですね、まず前歯で噛もうとしたんです。あの半分に、半分食べようと思ったんです。で、前歯で噛むじゃないですか
この結果かもじゃないですか。そしたら、あ、無理だってなったわけですよ。ってことはそのまま入れちゃった方が早いかもと思ったんです。入れたらもっと遅かったんです。あれですね、ちょっと詰め込みすぎた事件といいますか、ちょっと細かく切ってあるとなお良いかなと。カノン的には、はい、カノンのね歯の切れ味が悪いかったかもしれないんですけど、はい、あの味はとっても美味しかったしすんでちょっとねずっとすごかった。あのね本当にホルモンみたいな感じになっちゃったの。はい、美味しかったです。ちょっと最後がイカではなんなんで。あー、ローストビーフもちょっと危険な香りがしますね。じゃあちょっと最後にやっぱりカジキでお口直しをして。お口直し違いますね。お口はいい感じなんです。お口はいい感じなんですけど、ば時間直し研ぎ直し、あ、分かんない。場を直そうということで食べます。はい、おいしいです。お口直しじゃない、場直し。タコちゃんありがとうございます。食レポがあれ、うん、あれだね、いかんね。カジキ食べたいだけ、すつめ、そう、本当に食べたいか、食べたいんだけど、はい、ちょっとなんかいらんこと言ったな。はい、それではちょっとこれね、これはね、あの後でちゃん、後でじゃない、この配信後に美味しくいただきます。絶対食べます。食べたいんですよ、食べたいんだけどちょっとお時間がかかりそうなので、食レポ頑張りますね。はい、では皆さんご一緒に、ごちそうさまでした。はい、 OK、 美味しかったでございます。お肉より、はい、味わいます。そうですよ、美味しいのでね、ちゃんと味わおう。食べます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ではでは、今日の第1回の配信サンデスタイム行きたいと思います。それでは13位からサンデスタイムいきたいと思います。13位サンです、ありがとうございます。12位サンです、ありがとうございます。11位サンです、ありがとうございます。10位さんです、ありがとうございます。9位さんです、ありがとうございます。8位さんです、ありがとうございます。7位さんです、ありがとうございます。6位さんです、ありがとうございます。もう5位さんです、ありがとうございます。4位さんです、ありがとうございます。そして3位さんです、ありがとうございます。そしてそして2位さんです、ありがとうございます。そしてそしてそして第1位
ドゥルル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 はいはい、皆さんのおかげでカノの何無謀なチャレンジ、まあ、チャレンジがなんとか、はい、終わることができたので感謝です。はい、じゃあちゃんとご飯美味しくいただきます。で、今日も2回目の配信やるんですけど、19時から夜配信するので、ぜひ皆さん見に来てくださいね。しましょう。はい、では今日もありがとうございました。はい、では19時からの配信もまたこやね。またね、またね。19時に、はい、ありがとうございます。また来るね、またこやね、よろしくです。なんだってん、ありがとう、またの、また後でね。ありがとうございました。ありがとう、またぐえ、ありがとう、またな、だよね、うん、またね。